今日は NHK 党の立花さんとドワン語の川上さんによる、まあ大人の口喧嘩の第2章が行われると。まあ川上さんにとってはリベンジマッチになるのかもしれないんですけど、まあそういうことが行われるので僕はちょっとお楽しみにしてるんですけど、ただあの、立花さんはもう徳川家康の心境なんだと <laughs>、そういうことをおっしゃっていて、まあ大人しくするんですかね。 なので、あの、前回のような、こう、ハッスルは見られないのかもしれないんですけど、まあ、それでもお楽しみは楽しみやな、というところなんですよね。で、まあ、あの、この問題というのか、まあ、立花さんには多くの反対派というのか、アンチの人がいらっしゃるんですけど、そういう立花さんを否定的に見ている人たちの意見なり、行動なり、まあ SN、SNS のポストなりを見ていると、どうも、そういう人たちは、 なんというのか、こう、一般論とか、常識とか、なんかそういうものの範疇で、こう物事を考えているというのか、そういうものに囚われてしまっているというのか、なんか僕はそういう風うに見えてしまうんですよね。川上さんは僕は違うと思うんですけど、川上さんはそういう一般常識から逸脱しているものも面白いと思える人だと思うんですよね。なぜなら、あの、ひろゆきさんと一緒に何かやってた人なので、 ひろゆきさんなんかもろ一般常識から逸脱してましたよね、昔は。なので、川上さんは違うかもしれないんですけど、こう、SNS 上で、そのなんか、まあ、立花さんのアンチ活動とかしている人たちっていうのは、なんかそういう一般常識にこう、囚われて、こう、物事を判断している傾向があるなと。で、まあ、そういう一般常識とか、そういうものっていうのは、こう、社会を運営していく上では、まあ、大事だとは思うんですけど、しかし、 そういうものを絶対視は僕はしてはいけないと思うんですよね。一般常識が絶対視されてしまったら、その一般常識が間違ったことになってしまったら、大変なことが起きるんですよ。それを日本は経験してるんですよね。第二次世界大戦の時に。間違いなく一般常識は日本はずっと勝ち続けてると。前線前哨であると。 b 2 9が本土に飛んできているのに、ま々を焼け野原にしていってるのに、日本の軍隊が勝ち続けてると、一般常識では思ってたんですよね。だからその当時に、b 2 9が飛んできてるっていうことは太平洋の日本軍は負けてるんじゃないのか、なんて言ってみようもんなら、その一般常識の人たちから袋叩きになってしまって、特攻警察に突き出されてしまうっていうんですかね。そんな世界観だったんですよ。しかし、実際どうだったか。 日本は完全に負けてましたよね。にもかかわらず、その一般常識が負けを認めずに、ずっと自分たち勝ってるんだっていうことで、どん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 やけの花にされていって、挙げの果てには広島と長崎が消滅させられたんですよね。これが一般常識の恐ろしさなんですよ。で、なんか立花さんのアンチしている人たちを見ていると、そういう恐ろしさがあるんですよね。一般常識に従え立花がやってることは、 常識外れてる。おかしい。そんな奴がいたら社会が乱れる。なんかそういう発言してるんですよ。僕はこれって恐ろしいなと思うんですよね。なんか全然あの太平洋戦争から学んでない。そういう人たちが広島と長崎を消滅させたんですよ、と。みんながちゃんと頭で考えて、なんでビーニルク飛んできてんねやろ。もしかして太平洋の日本の軍隊、 負けたって、一人一人が考えることができれば、一般常識に従って一般常識に流されていけるんじゃなくて、一人一人がちゃんと考えて行動していれば、東京大空襲の時点で日本負けてるって言っても、言えたんじゃないのかなと僕は思うんですよね。だから立花さんを見て常識から外れてる行動している。なんで常識から外れてる行動してるんやろって考えることができる人であれば、 そんなすぐにアンチにならないと思うんですよ。それがもう反射的に、こう、社会常識でこう照らし合わせてっていうんですかね。立花さんは常識外れである。おかしい。そんな奴は排除するべきだ。ってやってるように僕は見えるんですよね。だからなんというのか、もう相入れないというのか、立花さんを支持してる人たちっていうのは、一般常識とか、一般論とか普通とか、そんな分かってるんですよ。そこから逸脱してでも何かをやり遂げようとしてるから、 応援したりとか、支持したりとか、面白かったりとか、してるんですよね。そういう人に、一般論はこうだから、常識がこうだから、立場が違うんだ。いや、常識がそうなのは知ってます。っていう話なんですよね。だから、平行線っていうのか、こう、多分、相入れないものだと思うんですよね。その一般常識に守られてる人っていうのは、確かに一般常識に守られていると、その日常は普通に生きていけるんですよ。 だからそういう一般常識っていうものが崩されそうになるのが怖がるのはわかるんですけど、しかし、そういう一般常識っていうのはまあ極論ではあるんですけど、時にはこう多くの犠牲を払ってしまうっていうんですかね。そういうことにもなるんじゃないんですかと。だから一人一人がそういう常識はこうでだけど、これはどうなのかみたいな、その一歩進んで何かを考えるっていうんですかね。そういうことを、 できる人が、こう、世の中に多くなった方がいいんじゃないのかなと思うんですけど、これが残念ながら、太平洋戦争を経験したこの日本において、まあ、あの、流行りですよね。あの、流行りが起きて、まあ、最新鋭の何かが開発された時に、多くの人は一般常識に従って、同じ行動をとってしまったんですよね。だから結局、過去の繰り返しを、また日本はやらかすんじゃないのかなと。多くの一般常識で物事を判断している人たちが、この、 日本を8割9割占めているということがもう証明されてしまったので、つい最近。だから何かしら変なことが発生したときに、まあ何というのか、それおかしいんじゃないのかっていう人を、こうどん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 排除していくっていうんですかね。まあ現状そうなっているようにも見えるんですよね。松本さんの件に関してでも、なんかそういう傾向もあるような感じも見えるというのか。だからまあ、どうしようもないというのか、もう自然現象として捉えるしかないというのか。もう一般常識っていうものはもう自然現象としてあるので、 もうみんながみんなそれをもう盲目的に信じるって言うんですかね。そういうものはもう原爆が落ちても反省しないっていうのがもうなんか証明されているので、まあどうしようもないっちゃどうしようもないんですけど、まあちょっと話がそれてきたんですけど、まあ今日はそういう常識から逸脱している人と常識を重んじる、まあ川上さんは常識を重んじる人じゃないと思うんですけど、あの、ひろゆきさんと一緒に何かやっていたので、なので、あのー、 川上さんの場合は、立花さんにリベンジしたいっていう気持ちがすごく強いんじゃないのかなというところではあるんですけど、まあ、この口喧嘩がどうなるのか。僕は今回は、あの、川上さんをちょっと応援したいなと <laughs>、川上さんに頑張ってほしいなっていうんですかね。どういう秘策があるのか。あの、立花さんにどういうふうに立ち向かえるのか。それが僕はちょっと興味深いというのか。そういうことを思う。今日この頃の話でした。芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。